て涙がこぼれたなら、あの日の感触を思い出して、君が投げたボールはとんでもない大暴投。それぞれ守りたい、愛する叶えたい、夢や家族や思いが両手にあるアンビリカルコーダ。生まれるため繋がれてた唯一の命絆。花のアーチをくぐった君は微笑み綺麗だとつぶやく。あ、現実そうならどうしてこうも夢の中見たくうまくはいかない。思ってた大人ってやつらに僕は慣れてるんだろうかね。誰ありがとうって君はドアを開けた。ただ君が笑うから、君がこたつでみかんを食べている何かが始まり、また終わる。あの日短冊に込めた願い、届いていたならいいな。君は何を願っていたの？教えてよ。そして僕に叶えさせてよ。